ろくでなし魔術講師とアカシックレコード完結記念ボイスドラマ。皆さんこんにちは。気づけばいつの間にか転移の魔術師システィーナ・フィーベルです。チース、相変わらず手に入る力は外付けチート。教え子たちが優秀すぎて最近肩身が狭いグレン・レーダスです。私たちの最終決戦もいよいよクライマックス。敵は呆れるほど強大だけど、でも私たちは負けない。ああ、みんなのおかげで俺たちはここまで来ることができた。これで負けるなんて嘘だぜ。そうね先生、みんなで力を合わせて勝利を勝ち取りましょう。輝かしい未来を私たちの手で掴むの。そうだな、ことここに来て無粋なことは言わねえ。最後まで全力でぶっ飛ばしていくぜ。うん、とまあそれはさておきだ。なあ白猫、一つ聞きたいことがあるんだが。何ですか？お前この戦いが終わったら何をしたい？俺この戦いが終わったらさ、しばらく休養してちょっと世界を旅して回りてえな。今までの俺たちの冒険を改めて振り返る意味も含めてさ。そうそう、久々白ってもかじってみてえな。いやうまくはねえんだが、こうなんだかあの味が懐かしくてな。それからちょっとどうした白猫、慌てて。やめてくださいよ先生、それ死亡フラグって言うんですよ。そうなの？そうなんです。まったく最後の戦いを前に縁起でもない。なんだかようわからんが安心しろ白猫、俺は死なねえ。何せお前たちに教えてやりたいことがまだまだ山ほどあるんだからな。やめてやめて、それも死亡フラグ。一応万が一に備えて俺の書斎の机の中にお前ら宛ての手紙は用意しておいたけどな。まそれがお前らの目に触れる機会なんざ間違ってもねえけどな。なんでそんなにフラグポコジャが立てるの？死にたいんですか？お前が何を言っているかわからんな。さあ行くぞ白猫、いざ最終決戦へ。ルミアが夜食に作ってくれたこのパインサラダは全ての戦いを終わらせて帰ってから食べるぜ。まずいわ、このままじゃ先生が。なあ、ところで白猫、お前はこの戦いが終わったら何をしたい？こうなったらあれだわ、死亡フラグを立てまくれば逆に生存フラグになるというあれを狙うしかないわ。おい白猫、すでにポコジャが立てまくってるけどまだ不安。ここは一つ私が超特大の死亡フラグを立てるべきだわ。でも一体どんなフラグを立てたら。白猫聞いてんのか。まあ別に何もないならいいんだけどよ。私この戦いが終わったら。ん？終わったら？結婚するんだ。マジ？誰と？うるさいわね。私が結婚するとしたら、そんなの先生以外いるわけないでしょ。は？何言わせるのよ。理不尽か。後であいつの記憶消去しなきゃ。というわけで、私たちの最後の戦い、みんな応援よろしくね。